こんにちは。こうした方が安定する。撮影が思ったより早く終わったので、ちょっと配信しようと思います。誰と撮影だったか分かる方は多分分かると思います。さっきも書いてあったし、お楽しみに。そう、まだ聞こえてない。最近あのスマホの裏につけるあのスマホリングをつけたんです。だからこれでできるんじゃない。無理でした。こっち、ダメです。リングじゃ無理です。無理でした。そう、意外と珍しい方と撮影でした。でも楽しかったです。めっちゃお話し、最悪。であのスマホにキーホルダーつけてたんですよ。で私今日朝早かったからスマホにアラームかけて枕元に置いて寝たら、見てもうキーホルダーがない。なんかあれ、今日朝起きたらハートがなくなってて、また今見たらなくなっちゃった。なんもなんもない。最悪。これも指輪。ママはどんなスマホケースか、濃い、もうバリバリ濃いピンクのパカッと開ける感じのスマホケース。大人っぽいメイク。そう、まあ、このメイクもね、まあ、あれなので、ぜひ撮影の動画が公開されて見てください。そう、お昼にね、配信は久しぶり。あ、そう、あとマシュガも昨日出ました。なんだっけ、一言劇場出ました。見てください。本当に冷や汗が出ました。
もちゃんとねサムネにハンチャカチャンチャンチャンって書いてるので、まあ、気になる方はぜひ。そうサムネにねハンチャカとか自分の名前のあるの初めてだった。名前じゃないけど、でも半着はね、もう本当に使い勝手が本当にいいので、あのもしご飯とか美味しいってなったら、これは半着じゃんじゃんじゃんって言ってください。で、あの遅刻したり、あの電車が乗り遅れても、まあ死ぬこと以外はかすり傷なので、あの皆さん使ってください。あとタクってください。タクローってすぐ迷ったらタクりましょう。そう今度ねチャーハン部でラジオもあるので楽しみ、ぜひ見てください。名言見せ、本当になんかね、本当にスタッフさんたちがめっちゃいたんですよ前に。でロッキー一人じゃないですか。でまああのチーム警報一緒で、あのエータンさんとかゆりさんとかはすごいお話しするので安心感はあったんですけど、本当に緊張しすぎて、ここ今のここの場所で撮影したんですよ。本当に緊張しすぎて、だからもう死ぬことは過水傷になりました死んだら終わりなのに、死ぬことは過水傷って。そう最近ねチャーハン部超人気なの。チャーハン部入りたいですっていうね7期生が超いるから、17は前にマネージャーさんがいたので緊張しました。なんかいないと思ってたんですよ。そしたら警報のマネージャーさんがいらっしゃって、警報のマネージャーさんはなんか本当に面白くて話しやすいから全然大丈夫だったんですけど、人に見られながら配信ってさちょっと緊張するじゃん。しかもちょっと配信始まる時にここにマネージャーさんがいて緊張しました。なんか配信のね配信しようと思って部屋入ったの。そう、泣いてます。ラジオはまあ初めてなので、みんなロッキーでよかった。最初の配信も、あそう一番初めのショールーム配信の時もいらっしゃいました。じゃあ大人っぽありがとうございます。嬉しい。あのねハイタッチ会とかおしゃべりとかオンライン握手会とか来てほしい理由がもう一個増えたので、皆さんぜひそれを知りたい方はぜひ配達会来てください。本当にうわー熱くなります。200円もの写真受け取ってきてありがとう。あ、ゆきじだ。あの昨日最前にいた、昨日か
そう、人いたら本当に喋れなくなるんですよ。あの撮影とかでもその目の前にスタッフさんとかがいたら本当に喋れない。本当に。新しい iPhone に変える予定ない。でもまだ大丈夫です。でも私は今スマホのカバーじゃないけど、なんでフィルムがバッキバキなので、あのフィルムをそろそろ変えたいです。バッキバキなので本当に。なんか落とした記憶はそこまでないんですけど、11月30日のないたまご、嬉しい、ありがとうございます。あとで嬉しいツイートしてきます。ありがとうございます。皆さん、配達会もオンラインも待ってます。なっちゃんに会った、昨日会いました。一緒に写真も撮りました。写真はメールかチャットに載せます。 X はね、前に載せたから。博多城下出てよかった。よかった、ありがとう。オラちゃんと40分以上どんなこと話す、何話したっけな、なんか合宿の話とか、そのラムネ公園の話とか、学校の話とか、そんなをいろいろしてたら、エオラ優香ちゃんと、そしたらもう40分ぐらい話してた。基本の新キャプテンも、そう、まーちゃんでした。でもね、これからも皆さんここ店ね、来てくださると嬉しいです。目元が綺麗です。ありがとうございます。すごくない？これさ、タバカしない方が良さげ？どうだろう。今作の反対近いハンちゃんのとこ行き、ありがとうございます。待ってます。スマホ置き忘れはね、そこまでないです。ないけど、ない。サシさん、そう、サシヤさん来たのめっちゃびっくりした。しかも来るって知らなかったんですよ。そう、だから本当にびっくりした。髪は黒く見える。そう、意外と茶色に見える。あとリコピさんともお話しました。ハンちゃんのわがままリベンジした、来てください。この前はね、ゆいなとゆいはんでやらせていただいた。もうね、昨日はなさんのね卒業公演で、そのチーム H のみんなもと一緒に踊ったんですけど、最後リハがね、ゆいなもいたんですけど、チーム H も K4 も。そしたらもう本当にゆいながずっとね、ちょこ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 ってついてるのね。でもうずっと手組みます、くっついてます、私が座ったらゆいなも座ります、立ったらゆいなも立ちます。本当に面白かった。でもね、可愛かったです。意外とね、甘々なのでゆいな。
でもリンリンリンカがゆいなかわいいって言ったら嫌な顔するんですけど、エオラちゃんと同じ、多分同い年なんじゃないかな。エオラちゃんって13？ 13だったら同い年だ。ここが病院一人デビューした私は無理です。でもまあ一人カフェ行けるなら行けるか。あ、エウラちゃん中1なんだ。え、じゃあユイナと同い年だ。仕事終わりました。でもう一個のお仕事っていうのかな、もう一個のね、あの用事までちょっと1時間以上あるので待機なので、ちょっと配信しようかなと。寒いな、なんかちょっと、まあいいや、めんどくさい。ホワイトボードやな、これは。あ、これはあのあれですね、サマステの時のあのチーム H をし、あなたは今日で何なんだろうね。キノコアートにマークイズで串カツいいな。でね、昨日は久しぶりに鬼をしました。楽しかったです。そしたらヒーローちゃんがね、ハンちゃん鬼を見てたよって言って、ああありがとうって言って、なんか大人っぽかったって言われて、ありがとうって。また竹本さん解散しました。そう、6期生でおにゅうです。ココちゃんとリチャキと。そうでね、サーエちゃんがねジッパーをしたんです。かわいかったの。そう、あのね、あの何言うんだっけ、忘れちゃったんですけど、あの前からね、さえちゃんジッパーするかもっていうのをね、さえちゃんから聞いてて、そうだから6期でジッパーするの初、6期初じゃないね。え、そうなんだっけ、あのヒーローちゃんのラジオなんで、アベンジャーズヒーローみたいな、そう、あれも出たいですね、早く。アンビシャスか、アンビシャスヒーロー、間違えました、ごめんなさい。アンビシャスでした、ごめんなさい。ヒーロちゃんごめんなさい。
ハンちゃんのお匂い見えて嬉しかった、ありがとうございます。あのね、パジャダラの天使の尻尾が黄色だから、その基本のマネージャーさんが、ハンちゃんこの前あのパジャダラでは尻尾黄色だったよねって、じゃあ青にするって言ってくださって、最近はね、もうとっとうとチャンネル出させていただいてね、お芋部とかでさ、あのスイーツ、さつまいもスイーツ作ってみたみたいなやりたい、作ってないけど、お芋部ワンちゃん推しドリンクのラムネ飲んだ、私炭酸が飲めないのだよ、ラムネ飲めない、ちょこの前ユイナでずっと、ヒロちゃんもユイハンはいつも一緒にいるイメージって言ってた、そう、あのね、気づいたらヒロちゃん、ユイナ、私っていう絶対なんか3人が謎に並んでて、その集合写真とか集合で動画撮るときとかもうなぜかヒロちゃん、ユイナ、私の3人が並んでるので、またやんみたいな。リュウとアデちゃん以外にお芋部入りそう。でも私あの17ライブの時にクイナさんの質問で、クイナさんに質問のやつで、お芋部募集中ですみたいな。を書いたんですよ。それの返事がなんて言われたかちょっと聞きたい。え、皆さん、クイナさんも見てましたか？見てたらちょっとお芋部のちょっと話を聞きたい。から揚げ、なんで唐揚げ、え、ヒーローちゃんって唐揚げなんだ、じゃあ私も呼ぼうか、唐揚げって英語でなんて言うやろうな、なんだろう、クイナさん、お芋を使った調理担当確かに、でも私まだスイートポテトとかしか食べたことない、フライドチキンか、じゃあアンビシャスフライドチキン、ハンちゃんはロッカー綺麗、本当にみんなに見てほしいぐらいロッカー私めっちゃ綺麗です。ゆいなって本当にずっと唐揚げ、え、そう、もうあのお弁当いつも持ってきてくださる方にがいつもゆいな用に唐揚げ弁当を用意してくれて、唐揚げやったら、あ、唐揚げ。そう、私のロッカーは結構こうあるんだけど、ここになっちゃんとのツーショットの写真あって、こう100均で買った台にメイク道具を上に入れて、
まあ軽食の春雨とお味噌汁を入れて、下にレッスングッズとか予備のなんかパウダーとか、なんだろうな、クレンジングとか靴下とか予備の新しく買ったやつ、なんかあった時用のを入れてます。ロッカー隣誰だっけな、わかんない。でもユイナのロッカーが本当にカラカラなので、いつもユイナにちょっと入れさせてって、賞味期限切れのコロッケはないです。あ、無事ここだよね。あ、今日お昼ご飯チキン南蛮食べた。スタッフさんとバナナさんと私と3人でいろいろお話しながら食べました。楽しかった。ハンちゃんいつも何目？時によるけど、あの私はあのホットモットのあれが好きなんです。なんだっけ？なんちゃらチゲ。あと赤いさ、なんだっけ？なんだっけなんだっけ？辛いやつに。なんちゃらチゲ、あの豆腐とさ、お肉と豆腐チゲかな、それ本当に大好きです。私はあとチキン南蛮と天丼が好きです。しかもあの天丼の特盛りをね、この前食べたんです。あの上のあのなんだ具だけ、そしたらなんといつも入ってないのにあのお芋の天ぷらが入ってたんです。そう、本当に嬉しくて、本当に特盛りしか入ってないんだと思う。お芋の天ぷらが入ってた。あ、そう、スンドゥブ弁当。豚汁も美味しいです。のんべえさん、くま、ありがとうございます。ありがたわ、ありがとうございます。今日は本当に、今日じゃあみんなさんに問題出しますね。今日私は何時に起きたでしょうか。あ、じゃあちょっと久しぶりに投票やってみよう。1位、あ、じゃあ2、あ、どうしようかな、3択問題にしよう。1位7時、あ、違う、待って、1位4時半、2位6時、3位5時。1が4時半で、2が6時で、3が5時。さ、何時でしょう。でもさ、3択でも全部早くない？ではあと3秒で切ります。3、2、1、くん、あ、終了、あれ終了、あれどうやって終了するんだっけ、これ、こっちか。お、2が多い。2なんだっけ、6時か。あ、じゃあ正解発表しますね。正解は
3の5時でした。一番少なかった5時です。さっきの公演終わって帰ってきて、お風呂入ってすぐ寝て5時に起きました。でもね、楽しかったので、移動中にも寝れたので、しかもメイクもしてたので、あの下地とかだけ。そしてだからもうヨーグルト食べて化粧して、あ、そう、くるみさんも言っちゃおう。くるみさんとね、撮影をしてました。ギリシャヨーグルトにお芋のグルゴログラを入れて、パイン、マンゴーと大きいイチゴを入れました。くるみさんと2人で撮影に行きました。しかもくるみさんとなんかちょっと話すぐらいだったから、なんか2人で一緒に話すってのはなかったんですけど、めっちゃ楽しかったし、いろんなお話ができました。しかもめっちゃ距離が縮まった感じがしました、私的には。しかも2人でな、謎に壺っちゃったりして、めっちゃ楽しかった。しかも移動中とかご飯食べる時とかもお話する時があって、いろんな相談もさせていただいたし、めっちゃ楽しかった。まあ何の撮影かはお楽しみに。はんちゃん辛いの得意な、え、でもキムチ大好きです。でもその2人でお話してたり写真撮ってたりしたら、そのスタッフさんに姉妹みたいですねって言われました。でも私の方が身長は高いけど、くるみさんの方がやっぱり大人って感じじゃないですか、お姉さんって感じだから、スタッフさんがこう、いなんか一般から見てもそのくるみさんとはんなさんが並んでたら、くるみさんの方がお姉さんに見えます、私はまだ顔が子供、幼いって言われました。意外と、ジャンヌ・タイムのクルタンとの絡みいいよね。そう、秋吉さんのポジのところ、なんじゃ、ショールームでカラオケ配信めっちゃしてますよ、前くるみさんとのおにゅうです。え、私もくるみさんのあのおにゅう、お汁振るとこ、次は25日お酒上がり、ありがとうございます。そう、25日はね、あのパパの誕生日なんです。私の誕生日のパパ、私のね、パパの誕生日で、声
かるかなって話してたんですけど、パパから MC で、あのパパ誕生日のこと言うてなって言われたけど、いやいやって言いました。言ってもさ、おおって、ね、パパね。しかも私帰っ、あの公演終わってね、帰ってくるじゃないですか。そしたら、あれ、なんか私の自己紹介の挨拶聞こえると思って、誰見てんのと思ったら、いつもパパが寝る前に DMM でその公演を見てるんです。だから昨日も帰ってきたら、その花さんの卒業公演の DMM を見てて、あ、花ここのお兄よかったよと言って、いつもね DMM を見てます。目覚ましアラームにしたので、もう一回ハンチャカチャンチャンチャン、ちょっと待って、起きそうなトーンでいくね。いきます、ハンチャカチャンチャンチャーン、これでもう起きますね。ママあんま声の感想言わない。ママ。あ、言いますね結構。あ、もうすぐラムネが始まるんだ。じゃあ5時になったら終わります。5時になったら終わります。はんちゃかさんママになる、パパにです。ママには弟の方がママになるんですよ。性格も弟とママめっちゃ似てるんですよ。パパにです。ラムネの人のやるなら、私はあのクロスをやりたいです。クロス、最近メイクエビちゃんにはしてきてますか。そうです、似るようにはねしてみてるんだけど、そうだってエビさん、あ、昨日のさ、あのメタモンのさやつめっちゃ可愛かった。最近なんか涼しく、そう、めっちゃ涼しくなったし、もうなんかやった暑いのなくなったって思いました。やっと暑い夏から解放されるって。すごい聞こえた、今ファンの人のはーいが聞こえた。ほら、
聞こえなかった。はーいって、ほら、ほらほらほら、今ほら、今の聞こえたでしょ絶対。ほら、めんちゃんが夢のデッドボディするの待って、やりたい。夜の闇はどこへ続くのだ。全然してこようかな。でも DMM 見たらね、その私があのレモンの年頃出てる時とか、あのバックダンサーの時とかのやつが流れてきてて、懐かしいと思いました。とか、え、もうちょっとこうすればいいじゃんって思うことがいっぱいありました。その時もう前髪とかも何も通すだけだったの、アイロンを。私のね、レモンの年頃のセリフは、時々あなたがこっちを見るようで、そのために私はカーテンに隠れていましたなんですけど、その度にが絶対言えなくて、そのたびにって言ってました。そのたびに私はカーテンに隠れていました。じゃあランキング見ます。13位ランニングマンありがとうございます。12位ただの魚さんありがとうございます。11位こてっちゃんありがとうございます。10位やすさんありがとうございます。9位隣のトロロさんありがとうございます。8位佐世保のてっちゃんさんありがとうございます。7位まさしありがとうございます。6位ホリエモンさんありがとうございます。5位ロンジさんありがとうございます。4位ハイトポンドさんありがとうございます。3位ハヤッタさんありがとうございます。2位まさまささんありがとうございます。そして1位はハンチャカチャのんべえさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、ありがとうございました。